10歳頃の白鳥水江。白鳥水江は日本の歌手、女優。白鳥水江の表記もある。本名、坂口水江。中国の上海生まれ。戦後、満州から引き上げる。5歳の時に九州の小倉で NHK の土地漫に出場し3位に入賞。その後、上京市米軍のキャンプ周りや日劇小劇場に出演する。スカウトされ、 1951年の大英製作の映画母月夜で子役デビュー。この母月夜をはじめ、三松愛子主演の母物映画シリーズに多数出演し、名子役と歌われた。母物映画以外の映画作品への出演もある。1951年2月発売の黒い瞳で歌手デビューも果たす。 1955年には田端義夫とデュエットした親子船歌が大ヒットした。1965年 TBS ドラマ新音密検士に出演。1982年には久々のシングルお吉物語を発売し話題になった。現在も歌手として活躍を続けている。私生活では漫才師の青空嬉しと結婚し一難を設けたが、 1964年に離婚。1970年4月にクラブ経営者の足立のりと再婚したが、後に離婚。司会は女優の倍賞千恵子。ありがとうございます。